風の舞う感じだったりとか、よく動く、よく動きます。何とは言わないんですけどやったー、これこれこれです、これです。月曜はあやとらはい、風巻祭り男役の千葉翔也です。はい、風巻祭り女役の富田美優です。はい、奏で鈴役の一ノ瀬かなです。はい、この番組はテレビアニメあやかしトライアングルの放送を記念して、アニメ放送待機中までの間にファンの皆さんに少しでも楽しんでいただけるように毎週月曜日に発信していく月曜はあやとらとなっております。はい、今日はなんといっても本日1月9日、そう、この後25時から東京 MX ほか各局にてあやかしトライアングル初回放送でございます。やったー、やったー、いやついにですね。はい、どうですか、初回放送の時ってなんかみんな結構リアタイ頑張る系の、いや頑張りたい、頑張りたい気持ちはある、見たい、頑張れる時間ですよね。25時なら全然私起きてます、見れちゃう時間、リアタイして乾杯する派なんですよ。あ、いいですね、乾杯もして。ということで本日用意していただいた企画は、初回放送直前ここに注目、1話の見どころを教えちゃいます。見どころ満載なアニメあやかしトライアングルなんですけれども、特に僕たち声優陣が見ていただきたいポイントなど、この放送を見たらさらにアニメが楽しくなるようなポイントを皆さんに教えちゃおうという企画になっております。うん、はい、では早速フリップに書いていきましょう。ほい、はい、見どころね、見どころいろいろあると思いますけれども、いっぱいあります。もうそういうことです。はい、そういうことですか。はい、では書けました、3人とも書けました。最初は富田さんから、はい、1話の見どころ教えてください。はい、まあ私やはり女祭り演じておりますので、これしかないかなと思いました。女祭りがどう出てくるのか。おお、はい、まあもちろん原作読んでる方はご存知かと思うんですけど、はいはい、アニメから入るよって方ももちろんいると思うので、はい、まあ放送前のいろんな特番とか生放送とかで風巻祭り女役のと言っておりますが、それが1話でどういう出現の仕方をするのかっていうところが、やっぱりその映像もねすごくよく動くので、そういう意味でも楽しみにしていただきたいポイントかなと思っております。よく動く、よく動きます、何とは言わないんですけど何とは言わんが、ね、よく動きますでは一ノ瀬さん、はい、お願いします。私はこちらです。戦いのシーンがとにかくかっこいい。あと白金、白金ねねって感じです。いや本当に戦いのシーンがやっぱりこうジャンプっていうこともあり、うん、本当にかっこいいんですよ。私1話を見させていただいた時に本当にかっこよすぎてもう鳥肌が立つくらい本当に面白かったです。しかもこう風の舞う感じだったりとか、まあ、術を発動する感じっていうのもまたこう見どころですので、うん、ぜひちょっと期待していただきたいです。あと白金が本当にいろんな意味で大活躍していますのでありがとう、そこにもご注目してくださいと嬉しいです。はい、はい、僕からです。こちらです。強い祭り、お、うん、あの祭り強いんですよ、はい、その最初にこの男の姿で強いっていうのを皆さん忘れないでいてくださいどんな姿になっても彼は強いんだ、そう、強いんですよ本当にそこは忘れないでいただきたいなと思っております。うんうん、大事、ちょっといろいろ出てきましたけれども、はい、自分の箇所ではないんですけど、個人的にすごい、あ、好きだなって思ったのはやっぱ千葉さんのその男祭りの時の術をかける瞬間の、おー、やっぱ凄みは純粋にかっこいいなと思いました。やったー、これこれこれです、これです初めて聞く忍術がたくさん出てくる、出てくるので視聴者の方に必殺技なんだぞこれはっていうのは確かに分かっていただけたらいいなっていうのはありました。私最後のわちゃわちゃ感がすごい好きです。あー、1話の一番最後のね、祭りとのわちゃわちゃ感が幼馴染だけど、こうなんて言うんでしょう、なんていう、なんかもう何とは言えないんですけど何も言ってませんよ、そうなんです、いい感じです幼馴染だけどずっと仲良しな2人っていうことでもないじゃないですか、うん、ずっと、うん、だからその距離感の変化みたいなところは、うん、僕はすごいお二人のお芝居見てて、あの面白いところだなって思いました。嬉しい、甘酸っぱさもねすごくあるので、確かに切り替えがとにかくすごいっていう印象が、うんうん、可愛らしいフォルムの時とかっこいいフォルムの時の演じ分けっていうのもまた痺れますし、うん、
なんかとにかく源田さんのにゃーんって言ってるところが本当に好きすぎて結構癖になりますよね。いや、そう一回聞いたらね、頭から離れない感じもあるので、唯一無二な感じがしますね。でも結構祭り目線でも鈴目線でもどっちも感情移入できる漫画だなと思って、うんうん、祭りは鈴守りたいし、うん、まあ、鈴ってどういう子なのっていうのが、まあ、だんだんと視聴者の皆さんは分かっていくにつれて一緒にいろいろ悩めるというか、うん、熱さがあるかなと思いますね。別になんか何も予備知識なくてもちょうどいい。確かにかも、うん、すごくテンポ感もアニメーションになってすごいいいものになってるので、なんか初見の方でもすごく見やすいかなと思いますね。ぜひね、皆さんこれを見てくださって皆さんはリアタイしていただいて、あとは録画の方たちはまるでリアタイの気分でご覧ください、うん、そうですね。あ、これさっき3人が言ってたところだなとか思いながら見るときっと楽しいと思います、確かに、うん、ということでたくさん出てくるんですけれども、1話の見どころ伝わったでしょうか、見どころ満載のアニメあやかしトライアングル、この後25時から各局にて初回放送でございます。皆さんぜひご覧ください。はい、改めて放送を待ってくださっている皆さんに一言ずつお伝えして締めたいと思います。じゃあまずは僕から、本当に祭りがかっこよく戦ったり、鈴に対してですね、真摯な気持ちを向けておりますので、ぜひぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。じゃあ富田さん、はい、もういよいよこの後放送というところで、私たちも本当にすごく楽しみなんですけども、もう本当に映像も我々の魂のこもったお芝居も、そして音楽もどれをとっても素晴らしいものになっていると思いますので、ぜひ初めて見る方もね、作品に触れるよって方もたくさんいると思いますので、ぜひ1話を見た後にもう周りのいろんな人にあやとらいいぞと発表をしてもらってぜひたくさんの方に届いたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。じゃあ一ノ瀬さん、はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございます。いやー、すずちゃんが本当に食べてる姿が可愛らしくて、なんか漫画読んで、いや、こんな可愛いんだって思ったので、アニメでもすごく自分の精一杯の可愛らしさで演じさせていただきました。本当にあやとらはコミカルとセクシーと青春いろいろ詰まっていて、そのバランスも本当に素敵なものになっていますので、ぜひ1話楽しみに見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、初回放送があるので確実に、これはやります。あやとら占い、いやー、やるっすね、見とかないと、はい、見ればね、大丈夫だと思うんですけどね、はい、一応占いましょう。よっしゃ、乙女座です。おお、今週乙女座がまあ運勢1位なわけなんですけれども、はいはいはい、まあこの後初回放送も始まるというところで、はい、まあ多分乙女座の人はもうあやたらを見たら、うん、多分周りの人に布教せざるを得ない気持ちになると思いますきっと。なるほど、この素晴らしさを伝えたくてしょうがない気持ちになる1週間だと思います、はいはいはい、なるほど1週間ね、どこ行ってもどこ行ってもあやたらの話がしたくなっちゃう、うんうん、どうですか、ラッキーアイテム何だと思います。乙女座ですもんね乙女座、乙女だから、はい、ちょっと女の子らしいはい、ものもありかなと思う。女の子らしいものがラッキーアイテム、はい、僕乙女座なんでそうもします。あ、じゃあハンドクリーム、ハンドクリームねいいですね。あ、でもなんかありそう、うん、うん、結構いいくないですか、ハンドクリームを塗りながらあやとらって知ってるじゃあ1週間そのテンションで過ごしてください。このコーナーやってるのに1回も触れてなかったんですけど、お二人は何座なんですか、はい、あ、そっか、言ってなかったか、はい、サソリ座、あ、イテ座、あ、まだ出てないということでね、うん、僕は乙女座なので今週は布教し続けたいと思います。お願いします。このコーナーも引き続きお願いしますお願いします。それでは皆さん放送を一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。